みなさんこんにちは、ハピマイチャンネルです。イエイ、あたしです。はい、今日は実はハピマイチャンネルは近く公開をお迎えします。イエイ、今度お迎えします。かわいいね、癒されるよ。はい、実はね、ハピバニーチャンネルは9月10日にハピバニーチャンネルを募集だっけ、募集実はね、私たちハピバニーチャンネルは3年前の9月10日から動画をね、投稿し始めました。はい、というわけでね、まるまる3年経ちました。でも結構ね、はい、3年っていうのも超早かったよね。私のマイクのくらいだったのそんなくらいだったの。でもね、本当にね、今ね、古い動画を見返してみると本当に2人とも幼くて、でもせいちゃんはくるみです、くにびれいな。でもね、すごい楽しかったし月日が流れるのもすごい早くて、で私は2年生の時に始めて、しのはね2歳の時から始めていました。え、2と2だよね。そう、2と2だね。で本当はね9月10日に投稿しようと思ったんですけど、ちょっとね忙しくて投稿できなかったので今日になりました。あらもそうなの。あらもそうなの。そうね、はい。なのでね、4年目に突入することになります。4年目。このままね、さゆちゃんとしのちゃんが大きくなるにつれて、このまま YouTube をつれつ YouTube を続けていくのか。いきます。絶対いきます、はい、このままね、続けて。なのでみんな、はい、チャンネル登録お願いします。あ、そうです。ということで、まるまる3年お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、今回はママからのプレゼントを用意しました。何？プレゼント？でもまだ何も買ってないよ。あ、そうなの、うん、え、今ここに大きい箱がドーンと現れるとかじゃなくて？じゃない。今回企画したのはもうね、普通にプレゼント渡すのはつまらないので、うん、そうだね、ママが考えたものを発表します。はい、はい、ではまず金額です。金額は自分たちで決めてもらいます。金額は自分たちで決めてもらうって言うんですが、はい、実はここに紙を用意しました。1000円って書いてあるのが1枚、2枚。うー、え、2枚もあるの、はい、で3000円って書いた紙が1枚、2枚、2枚です。お、5000円って書いてあるのが2枚。お、1万円って書いてある紙が3枚でした。で、やっちゃう。はい、これをくじ引きで引いて、出た数の金額を2人でお買い物して。分けて、はい、そうです。なのでね、もし1000円だったら、1人500円ずつ。1万円だったら1人？ 3000 円だったら1500円ずつ。そうそうそう。1万円だったら1人5000円だよ。はい、それが金額のくじ。はい。ということで、場所のくじもあります。え、場所もあるの？場所はそれは自由で、場所は自由には買い物はできません。3年、3年。1店舗目、トイザラス。イエーイ、トイザラス。しのちゃん好きだよね、トイザラス。2店舗目、スーパー。あー、スーパー、はい、スーパーで1万円とかすごくない？でもさ、スーパーで1万円って逆に何買うかなみたいなね。3店舗目、イオン。え、全体ってこと？うん、イオンだから、もうイオンのお店に全部、専門店とか全部、何入ってる、いろいろ入ってるでしょ。え、え、じゃあさ、イオンは全部だ。イオンって、そう、ほ、やばい。イオンは全部買ってくれる。何でもいいよ。じゃあ次、3店舗目、セリア。100均ですね。100均。でもさ、100均だとさ、1万円で出したらさ、100均か。そうだけどさ、1万円出るとは限らないじゃん。100均か。1万円出るって。次、4店舗目、5店舗目。はい。しまむら。おー、服ね。はい。服ね。じゃあ、可愛い服選ぼうかな。じゃあ次。本屋さん。シャキタキタ。私あんまり本屋さん好きじゃないのね。え、でも付録がついてる、あの幼稚園とか、うん、ああいう。だけどそういうのあるんですけど。トイザラスが狙いたいですよ。次。7店舗目、8店舗目。セブンイレブン。おお。セブンイレブン。
はい、コンビニですね。え、待って、おもちゃとかありますよね。コンビニはまあちっちゃいおもちゃとかね。で、最後がダイソーです。100均がね、ダイソーとセリアが入ってます。ダイソーとセリアですか。はい、はい、お店が8店舗です。はい、で、金額とこの1枚ずつで、でどっちから決める？金額を先にくじで引くか、どっちがいい？お店を先に、お店、え、お店じゃなくて金額引いた方が気分上がるじゃん。さあ、どっち？どっちも上がると思うよ。もしさ、3000、あ、5000円が出るとするじゃん。こっちがいい。金額がいい？うん。はい、じゃあ金額にします。金額、じゃあこれをどっちが引く？全部折ります。はい、じゃあしのちゃん引いて。じゃあどっちが金額を引くか、どっちがお店を引くか、ちょっと今決めてください。今のうちに準備します。どっち引きたい？ねえねえ、お店引きたい。私の今どっちも欲しいんだけど、うん、だけど神様にどっちがいいですか？ね、今ね、しのちゃんね、金額を引くかお店を引くかで悩んでるそうで、ちょっとね、神様がね、手にいるらしいので更新してるそうです。どうですか、更新中できてますか？チーン、チーン、なんか音がしてる。これは本当、正々堂々と、どうしよう、本当にどうしよう。一回勝負なのでね、動画で編集してごめん、1000円だったから3000円にしたとか話。せいちゃんが金額だとして、金額で5000円出て、それでしのがトイザラス出たら、そこに、そう、2人で行って、で2500円、ねえねえが2500円、しのちゃんも2500円ずつ買える。あ、そうなの。うん、で、1枚出たら5000円分買えるの、2人とも。え、せいちゃんは何がいいの？何を、本屋さんがいいな。あ、違う、ねえねえ、場所引きたい。でも、そうちゃん、しのお金でいいよ。ありがとう。しのお金でいいよ。ダイソー出たらごめんね。泣かないで。これはあくまでも、3年頑張ったよっていうご褒美なので。でもさ、3年頑張ったのにさ、1000円でさ、セリアとかだったら、あ、十分って1000円もだよ。1枚なんてママでさえさ、お金出すのさ、あれなのに。企画だからやるもんで。はい、ここに入れました、全部。え、そっちどっち？これは金額です。しのちゃん頑張って。はい、じゃあ振ります。頑張ったよ、頑張ったよ。神様ビビビってしてください。頑張れよ。1枚だよ。全部入れました。いや、ママもね、結構必死なんですよ、これ。結構赤字になっちゃうのでね。本当にしのちゃん、本当にさ、頑張れ、頑張れ。ではカメラの前でまず一言お願いします。1枚引きますって。1枚。本当にそれでいいのとか。あ、見ないでください。すいません。あ、見えちゃうか。はい。じゃあ見ないで引いてもらいます。それ。はい。じゃあ行きます。こちらです。何書いてあった？わかんない。さあ引きますよ。マジで。見飽きた。いきます。じゃじゃん。じゃじゃん。じゃん。トイザラスで買えるかもしれないね。じゃあ次行きます。いや、どうしよう。じゃあ場所行きます。いや、本気で嫌だ。ね、もう一回やりたい。とりあえず引いてみましょう。さあ、何がね、本当にどうしようかな。1000円だから、せっかくならダイソーとかの方がいいんじゃない。やだ、だって他しまむらとか靴下とかしか買えないよ。聞いたのあなただから。あ、もうやんの。はい、出ました。はい、こちらです。ん、見えないんだけど。見てみます。じゃらら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 ら、それ何？じゃん、ダイソー。泣かないって決めたでしょ。ということで、ダイソーで1000円分なので500円ずつ3年記念を買ってみたいと思いますね。買いに行こうか。
物。買いに行こうか、後でね。本当1万円出してトイザラスが一番良かったでしょ。そんなわけにはいかなかったね。一番出したくない金額とさ、ダイソーで。でもほら、1000円だからダイソーの方が5個も買えるんだよ、5個も。正直ね、笑いすぎてないだね。だってさ、しのちゃん最初1000円出した時さ、あーってなったじゃん。で、私これ引いたらさ、あーってなってさ、一番悪いじゃん。どれだけ一番悪い海引いてんのって感じするでしょ。なに、嫌だったの。面白いじゃん、それが。はい、ということでね、今日はちょっとお出かけがこの後できないんですけど、はい、明日ダイソーに行って1人500円分ずつね、お祝いの3年記念ということで買いに行きたいと思います。はい。じゃあその時のね、購入品紹介は後日上がるので楽しみに待っていてください。はい、ぜひ見てください、その動画を。本当にね、今後星野ちゃんが何を買うか楽しみですね。皆さんも何買おうかな、迷うな。ということでね、これからも頑張っていくのでよろしくお願いします。ぜひ見てください。 Twitter、TikTok、インスタフォローやってるよ。フォローよろしくお願いします。それではまた見てね。